はい、どうもこんばんは。今日なんですけど、たまには、真面目なタイトルで、話していこうと思います。で、こちらになります。あなたの夢を、叶えますということで、チームよしきに、所属している老人ローバーもしくは、クソスチーの、ファンの、おばさま方の皆さん、あなたたちの出番ですちょっと待って、動画切らないで見といた方がいいと思うよ。何かと言いますと、こちらをご覧ください。あなたたちの大好きなクソスチーがね、昨日このようなツイートありましたよね。夢を、追い求める勇気があれば、夢は、必ず実現すると。で、このツイートに対して、331人ですね。331件、331人。ね、何かね、リップ送ってますよね。331人ですね。で、僕この中ちょっと覗いてみたんですよ。先に言いたいのは、あなたたちって、まあ、クソ辻のファンね。クソ辻のファンってさ、病人多くない？死にかかってるやつ多くない？入院してるやつ多くないですよね。で、例えば、ヨシキさんこんばんは、夢あります。今は、病気で、なかなか果たすこと難しいけど、今いろいろ検査をしていて、原因が分かったら、治療して、治したら、夢に向かって、一歩ずつ進んでいきたいです。肺の、状態数値が悪くて、呼吸困難になってしまうんです。まだ原因不明で、普通に生活できることは、素晴らしいことですね。他には、ヨシキさん、私の夢は、肝臓移植することです。今大学病院で、透析してます。いつも、ヨシキさんの名言を、胸に抱き、頑張っていますとか。ねえ、病人、まあそうだな、そこそこ年いってるからな。で、331件、331人、まあ全部は見てないですよ。全部は見てないんですけど、上の方にこのようなツイートがありました。誰かはわかりません。読みます。さすがに、ヨシキ様と、会いたいという夢は、叶わぬ夢ですねと。で、これだけ見ますと、ね、11月にさ、ラストロックスターズはあるわ、来年もさ、ディナーショーあるでしょ？ディナーショーも十何公演やればさ、1日ぐらいいけんじゃねって僕思ったんですけど、プロフィールちょっと覗いてみたんですよ。プロフィールとこの方の、ツイートの中身。あ、先に言いたいのはこちらですね。あなたたちね、なりすましの被害に遭ってんじゃん。で、ツイートしてると思うんだけど。あのね、プロフィールやツイートに病人多いでしょ？入院してるやついるでしょ？病院行くやついるでしょ？ね、今日病院行きますとか、今日検査ですみたいな。ね、そのようなツイートするとさ、かもなんだよね。だってそうじゃない？俺さ、母親も父親も病気で亡くしてるからわかるんだよね。入院するってことは、金かかるわけじゃん。金かかるよな。金かかるんだけど、入院しないと、病院行かないと、良くならないでしょ？治らないでしょ？で、入院できるってことは、金持ってるんだよね。金持ってるってことは、ね、こういうの来るんだよね。で、あとこれ。なんかさ、高額な、なんか請求の被害に遭いましたみたいなさ、俺思うんだけどさ、なんでやり取りすんの？返事するの？いくらですかとかさ、高いですねとか、考えさせてくださいとかさ、こんなの返信しなくていいんだよね。まあ、俺には来ないんだけど、こういうのは来るよ。なんか女の子が、今暇ですかみたいな。こういうのは腐るほど来るんだけど、無視。あれだよな。SNS に慣れてないのか、40、50、60、70、80、90、ね、死にかけてる人ってさ、なんかね、連絡が来ると、ね、嘘だと分かってても、何か返信しないと、答えないと、ね、なんか悪いなって思うんじゃない？答えなくていいと思うよ。だって嘘だもん。で、なんですけど、この方は、関節リウマチ、完治しない病気です。薬の副作用も、ひどいです。他にもあったんですよね。今夜も、関節リウマチの症状が出て、湿布貼っています。薬の副作用も、結構ひどく、心が折れそうです。ね、病院で薬もらいに行きますとかね、ツイートあるんですけど、クソ辻に会いたいんでしたら、
チケット代出しますよ、僕。ラストロックスターズもしくは、来年のディナーショーでもいいですけど。あ、VIP で。ディナーショー、朝食でも夕食でも、どっちでもいいですけど。本当ですよ。ついこの間、9月ですね。まあ、クソジジイの、まあ、映画がね、上映されてたと思うんですけど、このようなツイート、読みます。私は、うつ病で、人混みや、知らない場所に行くことも、怖かった。でも、映画を見たい気持ちが、勇気をくれました。夢を諦めない。いつか、ヨシキ様に、会える夢をと。で、間違いないですよね。だから、今まで、ここ最近らしいんですよ。その X 時代とか、まあそういうのは全く知らないらしくて、そう。だから、あ、クソジジイ、ね、見に行ったことないんだ、見たことないんだって思って、で、この人ちょっと目についたんで、ちょっと取り上げさせていただきました。で、まあその代わりじゃないんですけど、行きたいんだったら、チケット代出しますよ、僕。信じるかどうか知らないですけど。僕、お金で今まで嘘ついたことありましたっけ？まあないと思うんですけど、この方がね、ご覧になられてるかどうかわかんないですよ。ご覧になられてるかどうかわかんないんですけど、もしこのチャンネル、この動画をご覧になられてたら、DM でもいいですよ。連絡してくれたら、僕チケット代払いますよ。いや、嘘じゃねえから。嘘じゃねえから、本当に。本当に。あ、どうやってかって口座、もしくは、住所教えてください。口座だったら、振り込むことできるわけじゃないですか。こいつ、金抜くんじゃねえのって。暗証番号知らなかったら、ね、誰かの口座番号を知ってたところで、ね、抜くことできねえから。仮にね、抜くことできたとしても、動画でこうやって出てんだよ。俺3年間やってるから。捕まんじゃん、そんな。金抜きました、みたいな。で、住所だったら、まあ、現金書留で送ることできるわけじゃないですか。そう、チケット代だって1万とか2万とかでしょ ?VIP で。取り方はわかんないんで、現金を送ります。どうでしょうか？はい、っていう感じです。なんでそんなことするのみたいな。こいつバカじゃねえのってね、思ってる方いらっしゃると思うんですけど、もしかすると、なんかさ、複数来る可能性もあるわけじゃないですか。私もなんか病気でーすみたいな、助けてください、よっちゃんに会いたいでーすみたいな。俺騙されねえから。なんでかって、過去のツイートを見れば書き換えることってできないんですよ。その人が本当にね、病気なのかとかね、今まで一度も会ったことないとかね、過去ってね、ツイート書き換えることできないわけじゃないですか。ね、アカウントを消すことはできても。そういうことです。騙されることはないっていうのと、たまにはこういうの良くないですか？まあ、この方が、まあ、ご覧になられてないと思うんで、誰か食いついてくるやつ。まあ、言い方悪いですね。なんか DM くれるクソ信者が現れるまでやってやろうかなと。どうでしょうか？誰か来ないかな？なんでかって、だから、前にも言った通り、あなたたちの大好きな、クソジジイを利用して、踏み台にして、知名度を得るんですよね。なんか悪いことしてる？クソジジイの、XJAPAN のなんか歌ってみました。ギター弾きました。それと同じですよ。利用してるわけじゃないですか。だから配信者って、大体、クズ。もう9割以上クズなんですけど、中には、こういう人いてもよくないですか？まあ信じる人はどうなんでしょうね。どうかわかんないですけど。まあでも本当ですよ。もし、はい。どなたかというか、この方、ね、紹介した方が、ね、本当なのってね。いや、本当ですって。はい。っていう感じです。他なんかありますか？なんでこんなことすんの？知名度だけじゃなく、例えばバンド。バンドするじゃないですか。バンドをね、メンバー集めてバンドをするにあたっても、まあ、曲作らないといけないと。で、曲ができて、まあ、リリースするわけじゃないですか。リリースした後に、まあ、ライブやるじゃないですか。ライブハウス借りるわけじゃないですか。すべてお金かかるわけじゃないですか。要は、何かするにあたって、必ずお金かかるんですよ。じゃないですか。会社を起こしたいでもね、事業を起こしたい。金かかりますよね。マイナスから入りますよね。ですよね。それと一緒なんですよね。だから、安いんですよ。たかが十何万、まあ20万弱とか、そんなもん。
だから安いんですよね。まあそれで、まあ影響力、知名度を買うってね、なんで、だってこの人もしさ、本当にね、来てくれたらさ、ツイートするじゃん。ありがとうございましたとか。まあしないかもしれないですけど。そうそうそう。そう考えると、もうネットで広がった方がさ、もう早いじゃないですか。ねえ。そういうことなんですよね。うわ、いい動画撮ってるわ。いや、本当ですよ。本当なんで。もしね、ご覧になられてたら、まあ、DM でもいいですよ。出さないでくださいって言ったら出さないんで。はい、っていう感じです。まあ、これだけだと、つまんねえと。何こういう動画も撮るのって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、目についたんですよね。一回も会ったことない。で、この先どうなるかわかんないじゃないですか。年齢書いてないんですけど、クソジジイより私は上ですって書いてるんですよ。何歳かは知らないですけど。まあ、そんな感じです。で、ここからは、バンド紹介にすると思います。紹介するバンドは、3バンド、4バンドぐらい作ってある中で、名古屋系で行きますか。名古屋系。名古屋系どっか行きましたね。名古屋系。ありました。こちらですね。誰これっていう話なんですけど、解散してます。活動期間も短いです。ガガっていうバンドになります。バンド名です。ガガっていうバンド名です。で、こちらです。メンバーは、4人です。脱退したメンバーは、いません。2015年から2017年で、メンバーの、隣が、全身バンド、僕はどれもわかりません。で、次は、作品です。マキシングルと、DVD になります。で、これで終わりなんですよね。2年間でこれで終わりです。マキシングルが、まあ汚いですね。まあセカンドプレス含んでるんでね。まあ事実上2枚ですね。で DVD が、1枚、まあリリースされております。で、このバンド、コメントにもなかったんですけど、なんすか、なんかツイッターかなんかですかね。なんか、はい、わかんないですけど、調べてみました。で、YouTube に、ですね、1曲だけありました。で、曲なんですけど、これです。もう、この曲しか出てこないです。サビだけ聴けると思いますよ。サビだけ、声も好きなんですけど、A メロ、B メロは、デスメタルです。聴けない人が多いと思います。ただ、ボーカルの声も僕は好きなんですよ。何かのエンディングテーマに使われててもおかしくないんじゃないかなっていう、そのような曲でしたよ、これ。なんていうの？ルーラクっていうの？わかんないですけど。これです、これ。これです。まあ気になる方は、このガガっていうバンド、ね、これ YouTube に出てくるんで、聞いてみてください。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。